夕焼けに染まった空が次第に暮れてまいりました。ここ広島市民球場、全国の野球ファンの皆さんこんばんは。今夜は広島対日本ハムナイトゲームの模様を実況川地直樹でお伝えしてまいります。カープは大竹、そしてファイターズはサウスポーの島が以上のような両先発となっています。さあ、まもなくゲームが始まります。さあ、注目の立ち上がりファイターズの攻撃、先頭バッターはマシーラス、サーブ掴みました。ワンアウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番森本、速球ボール、まずは内角低め、第2球を投げました。ボール、アウトサイドわずかに外れた、アウトサイド打ちました。ショートから一塁送球、一塁アウト。バッターは3番稲葉、外際どいボール、ワンボール、高め打った。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは4番小笠原、豪快に引っ張った、右へどんどん切れていきます。ファウルボール、打った、ライトに打球がぐーんと伸びていく、ライトバック場外へ消えた、先制ツーランホームラン、快音残して打球は場外へ、大竹がっくりと肩を落とす、4番の一振りで先制。バッターは5番新庄、第1球を投げました。ファーストボールを取る、一塁アウト。1回の表が終わって2対0ファイターズ先制点を挙げています。1回の裏2点を追いかけますカープの攻撃、トップバッターは尾形、スライダー外れてボール、ノーストライクワンボールです。第2球を投げました、ノーツーから投げた、直球ボール、尾形選んでフォアボール、島がストレートのフォアボールを与えます。スライダーはストライク、まずは膝元打って、これは平凡な当たり、セカンド掴んだ、ベリー送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー。ファイターズいい守備を見せました。左バッターボックスは島、打った、送るアウト、スリーアウトになりました。島が今日はまずまずの立ち上がりです。1回の裏が終わって2対0ファイターズ、2点リードは変わりません。これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは木本、初球打ってきた、ライト深いところ、ドラッグ、これはいったか、いったか、ライト見上げた、ホームラン、ホームランです。そのホームランライトスタンドへ突き刺さった、見事に初球を捉えました。大竹がっくりと肩を落とします。3対0ファイターズリードを3点に広げました。打った、これはファースト、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウトランナーはありません。バッターは8番金子、外角低めいっぱい、ストライク。さあ2球目、内角際どいボール、ワンツーバッティングカウント、スライダー見送ってボール、金子よく選んでいます。第5球を投げました、打ちました、ショートのゴッドビー、2塁送る。さあ、これでワンアウトランナー1塁、バッターはピッチャー島が、外野手は前の方に守備位置を取りました。尾形足が止まって構えた、掴みました、アウト、これで3アウト。2回表が終了して3対0大竹、この回さらに1点を失っています。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは新井、まっすぐ決まった、ストライク、ワンナシュー、打った、新庄ゆっくりと構えた、取りました、ワンアウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番前田、第1球を投げた、打った、新庄全身ダミーキャッチ、センター取りました。バッターは6番栗原、インコースのボール右へ、セカンドへ。さあ、2アウトからのランナーが出ました。バッターは7番ソヨ、打ちました、これはショートファーストへ、1塁アウト。
一塁ランナー残塁です。2回の裏が終わって3対0ファイターズ3点リードは変わりません。ファイターズこの回は打順よく1番からの攻撃です。左バッターボックスはトップバッターのマシーナス、これが2打席目になります。ファウルボール。さあ2球目、第3球を投げた、打った、二遊間ライナー破っていった。マシーアス、これで2打数の1安打。バッターは2番森本、今日2打席目、一塁牽制、一塁セーフ。さあ1球目、ランナー走った、投球ストライク、まっすぐできました。これは悠々セーフ、盗塁成功です。打ちました、あっと引っ掛けた、取った、ファーストへ送り、一塁アウト。森本これで2打席連続ノーヒット、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。そしてチャンスの場面で期待のできる稲葉、これが2打席目になります。足安、ハーフウェイから2塁に戻ります。センター掴みました、セーフ、2塁はセーフ。この場面でチャンスに強い小笠原、今日2打席目、打った、ファースト掴んだ、一塁アウト。二塁ランナーマシーナス残塁に終わりました。3回表が終了して3対0ファイターズ、この回0点に終わっています。3回の裏3点を追いかけます。カープの攻撃、この回のトップバッターはクラ、ストレートはボール、ストレート見送ってボール、直球見送ってボール、クラよく見ています。次は4球目、投げました、打ちました、あと取れない、ヒット。バッターはピッチャー大竹。さあ1球目、第2球を投げました、ボール、ストレート外れました、アウトコース際どいところ。第3球を投げました、ボール外れた、大竹集中しています。バッティングカウントになって投げた、ボール直球外れました、大竹よく選んでいます。第5球を投げた、一塁へアウト、ワンアウト。ここで打者一巡してバッターは尾形、これが2打席目になります。カーブ外れてボール、わずかに内側、外れたボール、ノーストライク2ボールです。打った、一塁送球、一塁アウト。ここで迎えるバッターは山崎、今日2打席目。さあ1球目、さあ次の投球です。カーブ決まった、ストライク。第3球を投げた、外のボール球を打った、掴んだ、1塁送り、アウト、スリーアウトです。三塁ランナークラ残塁に終わりました。序盤終わって3対0ファイターズ、3点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは5番新庄、これが2打席目になります。ファーストへ一塁アウト、新庄これで2打席連続ノーヒット、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番木本、今日2打席目、ワンナッシングから投げました、外のボール球を打った、ショート掴んだ、ファーストへ送る、一塁アウト。右バッターボックスは7番高橋、これが2打席目になります。ゴーインコースへ、ワンボールから投げました、カーブ決まってワインドワン、これはいいところ、アウトコース高め打ちました、大竹ジャンプ、二遊間ライナー破った、ボールは中継。さあ2アウトからのランナーが出ました。バッターは8番金子、今日2打席目、カーブはボール、まずはアウトコース、ワンボール、ボール、ノーストライク2ボールです。高め見送ってボール、ボールカウントロースリー、ノースリーから投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク。第5球を投げた、よく見た、フォアボール、大竹この試合初めてのフォアボール。そしてバッターは島が、外角高めいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました。第2球を投げました、ストレート打った、ヒットになります、セカンドへ送る、2塁セーフ。さあこれで2アウト満塁。
ここでバッターはマシーガス。これが3打席目になります。初球打って出た、ショートのゴッドビー、グラブトス2塁フォースアウト。結局ランナー2人残塁。4回の表が終わって3対0ファイターズ、この回無得点です。カープ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番島、これが2打席目になります。一塁へ、一塁アウト。島、これで2打席連続ノーヒット。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番奈良井、今日2打席目。スライダーを、まずは低め。第2球を投げました。スライダー外れました。すっぽ抜けボール、大きく外れました。直球ストライク、インコースへ。ここは1球見ました。はい、インコースのボール右へ、一塁アウト。バッターは5番前田、これが2打席目になります。打ちました、ショートのゴッドビー、二塁へ。さあ2アウトからのランナーが出ました。バッターは6番栗原、今日2打席目。さあ1球目、スライダーはストライク、高め。直球も内角へ。次は4球目、投げた、打ちました。ボールを掴んだ、一塁送球、一塁アウト。一塁残塁。4回が終わって3対0ファイターズ、3点リードは変わりません。ファイターズ、この回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番森本、今日3打席目。打った、ファウル。第3球を投げた、カーブ打ちました。一塁送る、一塁アウト。森本、これで3打席連続ノーヒット。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番稲葉、これが3打席目になります。一塁アウト。バッターは4番小笠原、今日3打席目。第1球を投げました、ストライク。胸元厳しい球、初球まずは入れてきました。さあ2球目、第3球を投げました、スライダー打ちました。サードボールを取る、ファーストへ、アウト。スリーアウトになりました。最後は内野ゴロで終わりました。5回の表が終わって3対0ファイターズ、この回0点に終わっています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは7番ソヨギ、これが2打席目になります。サード取りました、ソヨギ。初球打ちはサードライナーでした。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはオープンスタンスのクラ、今日2打席目。ヒット、ボールは中継。クラ、今日これで2打数の2安打。ワンアウト、ランナー1塁に変わります。バッターはピッチャー大竹。外、ストレート外れて、ボーノーストライク、ワンボールです。ストレートはボー、外角低め、ノーツー。第3球を投げた、打った、ボールを取って二塁送球、二塁アウト、一塁アウト、ダブルプレー成功。今日2回目の併殺でこの回を終えました。前半終わって3対0ファイターズ、3点リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは5番新庄、これが3打席目になります。大竹、降板、高橋、今日2人目のピッチャーとして登板です。二塁送球、新庄、今日初めてのヒットになりました。バッターは6番木本、今日3打席目。初球すっぽ抜けボール、ワンボール。ランナースタート、これはストライク。キャッチャー二塁送球、これは楽々セーフ、盗塁成功です。ワンエンドワンから投げた、ストレート打ちました、あと取れない、これはヒットになります。バッターは7番高橋、これが3打席目になります。一塁へ1つ牽制球を送りました、セーフ。第1球をライダー、高めわずかに外れて、ボール。インコース引っ張った、ファールボール。外角高め打った、バックホーム、間に合うか、セーフ。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。
右バッターボックスは8番金子、今日3打席目。シュート打ちました。センターからセカンドへセーフ、二塁はセーフ。さあこれでワンアウト満塁。バッターはピッチャー島が第1球を投げました。5外れました。さあ次の投球です。インサイド打った栗原、ジャンプヒット、二塁を送り、ファイターズリードを4点に広げました。砂がライト前タイムリーヒット。そしてバッターボックスはマシーナス、今度は右バッターボックス、直球ボール、まずはインコース高め、ボール1から投げました。シュートはボール、マシーナスよく見ています。第3球を投げました。高めボール抜けました。ちょっと力が入ったか、際どい球選んでフォアボール、押し出し。ここでチャンスに期待がかかるバッター森本、今日4打席目。ストライク決まった、打った、切れていきます。ファール打ちました。詰まった、ファール外高め、ボール一つ外した、ボールストレートはボール、アウトコース高め、1球外したボール。第6球を投げた、外角打ちました、レフト取りました、レフトバックホーム。